初に男チーム、シップラムです。失敗された雨も降らず、このまま気持ちよく踊り切ることができると思います。シップラムは中学生からのチームとなっております。メンバー募集会からしていきますので、皆様どうぞよかったら遊びに来てください。来年は15周年を迎えることができました。たくさんの仲間とお祝いしたいと思っているので、皆様どうぞどうぞ遊びに来てください。声をかけてください。よろしくお願いします。はい、では今年のテーマは舞い音、5つの音を表現いたしました。ご声のほどよろしくお願いいたします。シッピーラング2019舞い音。
祝いましょう。イエイ、ありがとうございました。ありがとうございました。疾風ランドの皆さん、ありがとうございました。ここで私の方から横浜よさこい祭りの特徴をもう一つ。